久保さん、運を上げるたった一つの方法とかにしてもましょうか。久保さんがなんか運の動画アップしてたんで。これはね、知ることです。知らなきゃ、あの、運難しいですね。うん。もちろんですね、運が良くてね、街中歩いてたらね、なんか100万円が落ちてたっていう。 もしくは、なんか山,山に行ったら1億円が落ちてたっていうね、まあそういうこともあるかもしれないですけど、確率的にはその運っていう引き寄せるのって超難しいと思うんですよ。めちゃくちゃ難易度高くないですか山行ったらたまたま、なんかね、アタッシュケースがあって5億円がありましたとかね,ね。拾って、拾って警察届けたんだけど、持ち主出てこなくてそのお金が入ってきましたとかね。確率的にどれぐらいの確率なんだろうと思うんですよ。でも、まあ久保さんがね、なんかいろいろと今月は、 あの住宅展示場行ったと思うんですけど、それ知らなかったら、まあ手元に2万円ないですよね。<laughs> 知らなきゃ。<laughs> まあ知ってやらないといけないですけどね。でも知らないとやる、やることすらね、運を引き寄せるっていうことすらできないので、うん、まず知ることですね。うん。だから、あのー、なんだろうな、久保さんが一つ当て、一山当てた、この YouTube、久保さんの YouTube チャンネル登録者数が、 こう一山当てた一つの要因は仮想通貨を知ったって発信したんですけどで、仮想通貨知らなかったら、多分このチャンネル登録は多分ないですよね。多分ない。仮想通貨の時に爆上げしたと思うんで、チャンネル登録が。そう多分1万人まだ行ってないと思います仮想通貨やってなかったら。発信してなかったら、知らなかったら。うん。まあ今もね、ちょいちょいなんか仮想通貨のなんか動画アップしてますけど、まあ知らなきゃね <laughs>、って話ですよね。うん。 知ることがすべて始まる行ってらっしゃい